もらってきましたよ。交換してきましたよ。グッズ付き劇場版仮面ライダービルド1500円とか書いてありますけど、映画のチケットについてるね、フルボトルです。で、フルボトルだけだと思ってたんですけど、なんか他にもついてですね。今日はこれのレビューしていきます。じゃあ早速もう開けちゃいましょう。よいしょよいしょ。あ、もうビリビリだ。おー、あ、え？おー、ハンドタオルついてるんですね。これちょっと知らなかったな。もう、このね、エグゼイドのフルボトル、これが欲しかったんで前売り買ったんですけど、これだけじゃないんですね。あ、いいなこのハンドタオル。へえ、うん、なんか可愛い感じですね。もう一個ついてますね。あー、キーホルダー、ディフォルメされたビルドが載ってます。この3つですね、フルボトルとこれがついてました。じゃあ早速これ開けてみましょう。よいしょよいしょ。はい。一番最初のね、ビルドドライバーについてるやつは持ってないんですよ。買えなくて、どこ行ってももう売ってなくて。なのでこれ買ってみました。おー、エグゼイド。いいっすね。色。ボトルもピンクで、綺麗。じゃあもう早速、刺してみましょう。はい、ビルドドライバーです。じゃあもう行きますね。おいしょー。はい。お、これ1個で。おお、いいですね。1本で変身できるんですね。で、必殺技。はい、こういう感じです。これ2本刺すとどうなるんだろう。ラビット刺してみましょう。あ、あ、もう普通にトライアルフォーム扱いですね。なるほど。これベストマッチするやつとかあるのかな。じゃあ次はハザードトリガー行ってみましょう。よいしょ。ああ、そうか、1本だとハザードならないですね。まあこんな感じですね。じゃあ次はスクラッシュドライバー行ってみましょう。まあ普通のフルボトルと同じ扱いですね。じゃあ最後にネビュラスチームガン行ってみましょう。これちょっとライト消して光るところを見てみましょう。フルボトル。おお、綺麗ですね。ファンキーアタック。フルボトル。はい、という感じですね。普通のフルボトル扱いですね。というわけで今日紹介したのは劇場版仮面ライダービルドについてくるグッズでした。うん、いいですね。この辺ちょっと把握してなかったんで何気に嬉しいです。このハンドタオルすげえいいですね。じゃあ今日はこの辺で、またねー。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いいたします。あとコメントとかいただけると大変嬉しいので、そちらの方も何か感想とかありましたらよろしくお願いいたします。